こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザードエリート2やっていきましょう。前回こんな感じでね、レオン、思ってレオン、クレア S ね、取ることができました。ということで、今回からはクレアの裏辺をやっていこうと思うんですが、ニューゲームということでね、レオンはね、最後のお楽しみ取っておきたいと思いますんで、今回クレアのね、裏辺からやっていきたいというふうに思います。で、ちょっと足並み揃えるっていう意味でね、スタンダードでね、プレイをね、していこうと思います。で、いろいろと考えたんですけど、やっぱり、なんだろうな、こう、ぶちのめしたい気持ちっていうのは、いろいろとあるんだけど、いきなりね、その無限武器使ってっていうのは、面白くないということだったんで、とりあえずはこの裏辺に関しては、通常プレイをしてね、楽しんでいきたいなというふうに思っております。裏辺のオープニングとかも全然覚えてないから、どんなのか全然あれだな、わかんない。なんかゾンビってさ、ハグチャビのゾンビ、やっぱバイオハザードのさ、リメイク、あれはゲームキューブとかで最初にリリースされたやつ、あれなんかもやっぱり最初に出てくるゾンビはハゲやったりするよね。だからハゲで白くてゾンビってもう怖いよね。やつがそのゾンビっていう体勢で出てくるだけでもうなんか恐怖ね。クレアレッドフィールド、この RE2 のなんだろう、キャッチコピーって何やったのかな、あんま覚えてないけど、っていうかあれやな、初っ端からめちゃめちゃ激しいな。どんなね、ストーリーが待ち受けているのかっていうのを、プレイしたことある人、見たことある人はね、あれかってすぐ分かってもらおうれると思うけど、あんなシーンやったっけ。そうか、レオンがサクサクっと警察署に住んでる間に裏ではこんなことが起こってたね。だから地味にレオンの方が先に警察署ついていろいろと歩いてるってことなのかな。ちょっといろいろね、裏辺とはいえ、裏辺っていうか連続して進んでるストーリーとはいえ、ちょっとね、矛盾を感じる。メダルがなぜか集まってないとかね。で、先にもうすでにマービンはくたばっていると、なんかいろいろちょっと矛盾点あったりとかするんだけど、それはいいや。はい。ということでね、実はね、裏辺って最初が修羅場っていうね、もうすでに弾を打ち込んだ跡があったりするけど、よし。本当はね、ここでね、さっと入れたりんだけど、なぜかここがもうすでにチェーンでブロックされてるっていう。で、どこら辺はアイテムが、おい、でもブルーハーブとレッドハーブは手に入るんやけど、パコン。そうそう、手に入るんだけど、なぜか、あれ？レッドハーブどこだっけ？ねえや。グリーンハーブが手に入れられないんだよね。よし、じゃあ早速。なんか見覚えのある風景。レオン。風景？映像？レオン。レオン。待ってろ。今そっちに行く。対目線をあそこに行ってる。さあで裏辺はでもラスボスであれが出てくるくらいですよ。ああ、でもそっか。なんとか無事だ。割と初期の段階でタイラントが現れるんだ。なんかもともとその原作の方はタイラント裏辺しか出てこないらしいですね。僕それ知らなかったんですけど、表から普通に出てくるから、実は原作の方やったことない、ね、君の兄さんはやったことあるの、じゃあやったことないの、2と3なんだよね、原作だから。 RE2 と RE3 しかやったことないんで、だから、2は割と再現度高いっぽいけど、3は全然違う感じになっちゃってるらしいんで、まあ、一度プレイした方がいいよっていうふうにね、友達から勧めてもらったりとかしてるんだけどね、友達も言ってたもんね、RE2 はその、自分はもうなんて言うんだろう、ゾンビじゃなくなったバイオハザードやるの疲れちゃったからって、バイオ5とかバイオ6は全くやってないらしくて、で、RE2 とか RE3 とかも、その、なんだろう、媒体を持ってないから、PS3 とか PS4 とかを持ってないから、もう、普通に、YouTube とかで見るだけっていうのね。あ、もったいない。あと、レッドハップこれだね。よし。じゃあ、早速チェーンカッターで切っていって、
て、アイテム回収を進めていって警察署にね侵入していかなきゃいけないですね。お邪魔しまーす。ビッグドロー、あポスターボーイ、この時のポスター、あ、そうか、ポスターボーイはあれか、今回あのカルロスにぶちのめされたっていう設定だからもういないんだよね。その遺体はどこ行ったんだって話だけど。待ち構えてるよ。サムライチオリジン手に入れた、使いたい、せめてこいつを使いたいけど使えない。回復アイテムしばらく使えないから、これもいらないかな。もう組みつかれたら組みつかれたらだ。とりあえずこのアイテムラインナップっていうところかな。さてうまく抜け出せるかな。なんでいるのバレてんの。匂い、嗅覚、それとも音。よし今のうち、OK、じゃあもうここに戻ってくることはないので極力ゾンビを無視していった、ね、あ、ちょっとダメ、OK、おー、ちょっとめっちゃブレた。あー、ちょっと待って、くっきっきょっ。表編でもレオンもクレアも普通に配れたっていうね話だから結局変わんねえんだな。くっそー、また初っ端からやらかしたわ。あった、ちょっとこれだけちょっとっとこう、やっちまったな、またな。まあこういうスタートの仕方もありだということで、これあれ、これは生きてない。グレーンは登場するのね。逃げ道だけ開けて、でチキン戦法、チキン戦法強っ、あ強っ、やっぱさすが大型拳銃のなんちゃらってやつだね。あれあれ、ここ開いてんだ初めから。オッケーオッケー、エイリオットも大したことないわね。紙片、ほうほう、よし、まあ、とりあえずこっち来れば来ることは多分ないから開けられないし、まあ、向かっていっときましょうか。ここゾンビ出てこない、あ痛いな、ここゾンビはいないんかな。 OK、 どうだな、ちょっと続けると長くなっちゃうからごめんなさい。申し訳ないんですけど一旦ここで区切らせていただきたいと思います。ちょっとアイテム回収もしてね、うん、次回からサクッとね次のフェーズまで進めていきたいというふうに思いますんで、一旦はちょっとここでアイテム取れない、終了の流れでね進めておきたいと思います。ちょっとアイテム整理しよう。かな、で、回収して、これはまた預けておいて、はい、ということでね、いよいよレオンじゃない、もういつもレオン、レオンラブすぎる、あのクレア裏編をねスタートしてやっていきたいというふうに思いますんで、ぜひねあのチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援をしていただけると嬉しいです。じゃあすいません、今回ちょっとかなり短いんですけれども一旦この辺りでね終了とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。